愛知県立五条高等学校は愛知県甘市にある公立の高等学校である。学校自体は甘市に位置するが、敷地を境界線が横切っているため体育館は隣の清須市に位置する。また、戦時中に作られた陸軍清洲飛行場の跡地に建てられている。創立以来、海府地区、西春ス地区の中核校として高い進学実績を実現している。 生徒は、総じて、五条生と呼ばれる。46回生までは1学年級クラスだったが、47回生からは8クラスとなった。普通かしかないにもかかわらず1年次から、英語の標準クラスと英語の応用クラスに分けられてる。文、利分けは2年進学時にされ、上位クラスと、下位クラスに分かれる。3年次には、校内模試と呼ばれる、学内専用の模擬試験が2、3回あり。 全国偏差値が算出される。65分授業を適用しており、午前3次元、午後2次元が普通。月曜日は午後が3次元である。学年によっては朝補修、午後補修がある。冬に体幹訓練と呼ばれる行事があり、早朝に運動場や周辺道路などを走る。名鉄津島線地目寺駅校舎前の一本堂は、 通学時間帯は歩行者優先道路であり五条街道と呼ばれる。進度に関しては、現役合格を生徒に進めており、国公立大学進学に力を入れている。海部東部に位置しており、尾張学方面からの通学が容易で、毎年90校、近い中学校区から生徒が通っている。2015年度の生徒数は1071人であり、 通学区域別生徒数は以下の通りである。サイエンスパートナーシッププロジェクトマイナス科学技術振興機構による科学学習支援事業に平成20年から参加している。金曜日の夕方、東京大学教養学部で行われている高校生のための金曜特別講座をインターネットを利用したマルチメディア会議システムを使って本学の生徒、保護者は受講することができる。 伝統を踏まえ、未来の要請に応えうる、心身ともに健康な日本人を目指してを育成する。開校以来、野球部がなかったが2019年度より新設された。毎年9月に催される文化祭のようなもの、2日間行われ、主に1日目に合唱コンクール、2日目に芸術鑑賞会を行う。なお、芸術鑑賞会には、 著名人がゲストとして呼ばれることもある。平日に行われるので招待されるのは保護者のみ。創立以来、海府地区、西カス地区の中核校として高い進学実績を実現し、毎年安定して、国公立大学合格者を約200名ほど出している。合格先として、国立大では名古屋大学、名古屋工業大学、公立大では名古屋市立大学、 愛知県立大学が多いのが特徴。私立大では、関西県は、同志社大学、立命館大学等の席席同立、中部県では、地元の南山大学、関東では、東京理科大学のほか、中央大学、明治大学等のマーチへの進学者が多い。ありがとうございます。